ただ今日山形の地だいぶ気温高いんでね、はい、子供たちも水分取りながらしっかり見ないといけないですね。はい、今日は30度ということです。はい、中使ってきます。伊佐狙 い、 い、 やいカウンターで国分に入りました。左チアゴそこに持ってきました。マッチアップペレーラです。縦に行きます。国分リカワーして折り返してきた。逆サイド藤田先生。山形大きく展開してから国部がサポートを継続して丁寧なボールを送って飛ばしてチアゴを狙ってきました。野田ここでペレーラとの1対1。中か狙ってきた。いや どうでしょうかね。ゴールから少し離れた位置に長身の選手が集まりました。山形です。熊本そして野田がいます。ニアに入ってきた。追加点山形。チアゴです。そうですね、安藤選手がゴール側にボールを蹴ってなんとか西川選手弾き出したんですけど、チアゴが今日は右サイドバックに入ってますけど、そのボールを運ぶとかこのドライブは非常に上手い選手ですからね。あ、そうですか。うん、ここもやはりチアゴを狙ってきました。入れ替わりチアゴかわした。追い返し。いやらしいところ通しましたね。はい、簡単じゃないですけど両サイドバック気を見てねタイミングよく駆け上がりたいですよ、ね。はい、抜けてきました。かわしに行きます横山。中加藤です。横山折り返しかシュートだ。3点目山形。2回見てどこ抜けたんですかね西川選手の。いやー動き出して内側です。流し込んできた藤本かこぼれてきた。あと4点目山形。しっかりと枚数もいたので加藤選手は一番遅れて入りながらこのボールの行く先も見ながらね入るぐらい余裕あります。今度は横山を生かしに行きます。簡単です横山。西川出てきました。まだ行きます横山。奪うかアドバンテージです。狙ってきた。入りました5点目。藤田でしょうか。もう2点目、はい、まあ、うまくこう四角からですねおそらくこう持ち出すだろうという予測もあったんだと思います。加藤も猛然と上がってきました。横山縦か折り返してきた。流れた。もう一度か粘りました。タイムアップです。山形2試合ぶりの勝利。